7番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村井戸人也、特に使用ございません。まあ、とりあえず進行論、いつもデフォで言ってる進行論を言い述べたいと思います。えー、まず役職者の方は黒くならないでください。特にハンターさんは黒くならないでください。なんか適当に回して、なんか黒塗りされた後にババーン、ハンターでしたみたいなのやめてください。 でてくらいかな。まあ、とりあえず、黒い白いち、どのこうのっていうのは、もう当然ね、喋ってもしょうがないんで、そらんなの当たり前です。で、あと、村人で黒って言われたからって、えーた、あの、ブーメランでもう自分のこと黒って言われたからあい、その言われた人のことを黒く見るみたいな浅はかな考えはやめましょう。で、あと、ちゃんとね、占い師がどうなのかっていうのを精査もちゃんとくれてほしいかな。 まあただ時間が足りなくなる可能性もあるんで、まあ、そこは時間を見てしっかりやっていきましょう。まあ、真の占い師さんは本当に出現しないでほしい。占い師さん、ちゃんと村にすり寄ってください。以上。 8番のプレイヤーは発言してください。はい。8番、たくま占い師です。ランダム白は5番3、5番さんが白でした、えー。7番さんに関しては正直まだ分かってません、えー。なんで進行論を言いたいと思います。えっ、ー、と、もう初日ね、オオカミって尻尾を出さないと思ってる。オオカミは初日から尻尾を出さないと思ってる。白くなりに来ると思ってる。 ならね、尻尾を出すとこから釣りたいかな。その最近ね、占いに狼が出るケースもすごく多い。ってなると、狂人ニートも結構多くなってる。そうなると、狼は尻尾を出さないけど、狂人ってね、初日釣られても全然痛くないのよね。えー、仲間ケアになるから、狼が釣られないで釣る、それなら釣られに行った方がいい。なら、 えっとね、むらない行動してくると思ってる。そのムラリない行動っていうのは役職のすかす行動え、役職ないのを透かす行動。役職ないのを透かしてしまうと、噛まれないから、絶対。狂人って潜伏して噛まれたらめちゃくちゃ痛いから、絶対そういう行動してくる。白いとこを殴っていったり、あの役職ないのを透かしたり。うん、なんで、 ムラりない人をもう初日から釣っていこう。これが俺の進行論かな。ん対抗出たらね、対抗の精査もまあ必要なんだけど、狼か狂人かその辺はね、うん、精査も大事だとは思うけど、結構狼も出るケースも多いなって思ってる。なんで、ム、え、ラ、ー、りないとこから釣っていきましょう。現状7番さんは色落ちしてない。 えー、役職ケアも含めて、釣り押しは絶対してほしい。誰を釣りたいっていうのは絶対言ってほしい。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。私が真の占い師です。6番三白です。6番三に白が出ています。対抗の8番さんなんですけれども、正直ね、強人戦もオカミ戦も両方得るかなと思った。8番んに関しては、えっ、ー、と、 しあのスムラを透かす人間が狂人だみたいな発言をされていてどちらかというとグレーに狂人を負わせたいようなそういった発言にも見えたし太鼓のことも狼で見るみたいなことを言っていてちょっとどっちつかずな印象だったんですねだから8番さんが狂人なのか狼なのか現段階では精査ついていませんでえー、っとね7番さんに関しては 占い師の方は村にすり寄ってねっていう発言はちょっと違和感があったんだけれども、それ以外に関してはおおむね同いかなっていうところ、私は真の占い師なの黒いと思ったら全然すり寄らずにバンバン釣りをしていきます。うんっていうところかな、私の進行論としてはそうですね、えっと、基本的に役職者の方、えっと、フルオープンの方が強いと思っている、フルオープンの方が強いと思っている派の人間なんですね、私は。ただ、三四 o の場合はカリウドだけ出てきたらいいと思っている。 3使用の場合は狩人だけ、えー。ハンターさんは潜伏してて大丈夫。あのー、破綻が見れるから。だから、まあ、何にせよ狩人は出た方がいいと思うのが私の考え方ね。これをどう取るかは狩人の方に任せるので、もうこれ以上狩人の話はしません。動きは任せます。と<れ>いうところ。まあ8番さん、強人なのか狼なのかわからないんですけれども、まあ、3使用になるかどうか、そういったところを判断してから8番さんの精査をしていきたいと思っている。以上1番 のプレイヤー,は,ーは発言してください。いさいはい、よろしくお願いします。諸々把握しました。えーと、七番さんから始まって、七番さんの進行論と含めまして、俺、九番さんに全部言いたいこと言われてしまったんですけど、<laughs> うわそうなんですよね。 これだってチャット全面禁止だから私もフルオープン推奨ですね。あのー、だって俺エスパーじゃないし黒毒か分からないから乗っ取りとかも嫌なんですよね。なんで私は全然フルオープンしてもらっていいっていうのは9番さんと一緒。ただまだこの段階で、えー、2CO か。で 3CO だったら狩りだけでいい。ハンター潜伏。ね、狩り乗っ取り怖いし、うん。だから俺それを言おうとして準備してたところ9番さんに全部言われちゃったな。これ進行論なんでね。まだ盤面固まってないんで、それでまあ、 占い精査っていうのはまだできませんけれども、九番さんの進行には賛成で七番さんのそのなんだっけ占いを村にするよって欲しいっていう発言が意味不明なんで二週目お願いします。以上。二番のプレイヤーは発言してください。さいはい占い結果把握しました。まずまあい,いや八番さん、九番さんについては私も九番さんの方がうん私は九番さんの方が心配なって正直思いました。 私は絶対ね、なんか結局役職出た方が私は強いと思ってるんですよね。だからだって、八番さん偽ってわけではないけど、絶対そっちが強いと思うんですよ。八番さんはムラリがないところを釣るっていうのは同意ですけど、役職出てこない場合ね、なんか例えば八番さんが真だった場合、役職とか占う可能性あるじゃないですか。私が占い師の立場であれば役職が出てきてほしいから、今のところ9番さんの意見と合ってるって感じ。うん。えそれに同意した1番さんも私は印象がいい。 で七番さんについては、えー、と新占い師がなんか無駄にすり寄ってって、なんかそれってなんかすごい気になる発言やけど、なんか初めて聞いたなと思ったえ。これってど,どう取るかのですね、別に今のさんがそこまで怪しい人。うーんこれ、釣りをしないと役職ケアにならないから、もうけど、一釣りになるよね。 ああけども1も2も出た方がいいって言ってる時点で出てないから役職ないんやろ。3番のプレイヤーは発言してください。はい。えっと、ちょっと自分はみんなとちょっと考察違うんだけれども、えー、7番さんの最初の発言で、えー、っと、役職の人は白くなってください。 えー、特にハンターさんは白くなってくださいという発言から、えー、8番さんと9番さんはさ、その7番さんがこうハンターではないという役,役がないっていうふうには捉えなかったのかなといったところですね、うん。8番さんは7番さんのそこは指摘しなかったのも怪しいし、うん、9番さんに至っては、3仕様の場面で狩人出てきてください。 自分はね、3、4の場面で狩猟のなんで出てくるメリットってありますかただただ噛まれるだけじゃないでしょうか出てくるなら2周目なんじゃないんでしょうか ?3、4の場面って、あれ、占いロラから入るのにわざわざ出てくるメリットって何かありますかうん。だから、なんで1番さんも2番さんもその辺って気にならなかったのかなと思って。 これがすり寄り寄うんグレーで怪しいあの白い人って今自分の中じゃいないんですよねうん、まあ、確かに7番さんのあの占い師は村にすり寄りましょうっていうのはどういう意味なんだろういや三級女将あるかもしれないなまあ8番さんは7番さんのことを強人だと思ったのかな けどそれだったらそんな発言してないか。とりあえず、片代の発言にも注目しましょう。4番。四番。のプレイヤーは発言してください。さいえっと、サマさん、3CO の,の場合は、カリド出るメリットがあります。カリドが確定する。カリドが潜伏してカリドが構えた場合、狼がカリドを乗ってれるから、カリドは出てもいい。で、対抗が出てきたら、もう全人が露出だから、カリドは別、うん、出てもいい。 さまあそこ把握できてなかったっていうところで、うーん、別になんだろ、9番さんのシーンなんて印象い 1, 1、2は言ってたけど、8番さん、9番さんが8番さんが占いは狼で見るって断,断言はしてないんだよね。そこちょっと、僕はちょっと印象悪かったけどね。進行論コロは良かったけど。 で7人何か必要以上に触れすぎたと思うけどね、うん僕は。はい。以上です。ああ、4つおりやね。ランダムで7番しろ。<laughs> ランダムで7番しろ。占い師です。えっとね、9のまずラインが見えへんなと思ったんよ。9が狼塾って考えたときに、うん。1番2番っていきなり9。 1番は9がの言ってることがその通りだみたいな発言から入って2番に関しても9の方がまあ真に見えるっていう初手でいきなり話してるんよ、うん、9の相方やったらおらんなーと思って聞いてた4番がめっちゃ当てはまって、うん、俺はそうは思わなかったけどね逆視点から、うん、7番に増えすぎとか、うん、94かなって思ってみたで逆に8番が狼やったら12のどっちかかなって、うん、なんかこの3周王の場面で まあ多分おそらくすらないんじゃないかなって、このルールで思ってて、8、9に関しては。3、4の場面で、なんか、そんな、その切る、切る切ってくるんじゃないかなって、普通に考えて。がっつりラインつなげることってまずないなと思ってて、例えば相方が狼として占いにって8、9かどっちかにえと見えてる状況の中ではっきり自分の狼の相方に対して、それが真に見えるだとか、その言ってることが全く正しいだとかっていう発言をしとてからしていくとは考えにくいんで、うん、8番狼軸の1、に もしくは9番、オオカミ軸の4番。9、うん、4だったら楽やなって話で、って感じですかね。うん、3番に関しては、えーと、結構グレーに白い人がいないって発言してて、あの3番がもしオオカミやった時って、もうグレーにオオカミはいないんですよね。のが分かってるんですよ。その状況の中で自分からグレー、白い人がいないって言えるかって言ったら、必要以上にヘイト買う行為かなと思ってるんで、なかなか3番の、うん、地球っていうラインを見えなかったなと思った。はい。ぐらいですかね。 あ7番さん俺、ろ出てるけど、あの、すり寄らないよ。俺視点で分かることを発言していって、そこ精査してほしいなと思ってるんで、はい、お願いします。以上です。6番、のプレイヤーは発言してください。本当、占い差し発番面、俺、勝てねえんだよ。何してくれてんだよ、オカミって言いたいところなんだが、考察頑張っていきます、まあ。7番さんの進行,進行論は、確かに2番さんが言った通り、あんまり聞かないやつですね。占い師が村にすり寄れと。 いうことから、えー、と7番さん白とは言い切れないんだが、7番さんが村で占い,さ占い師は俺様になんかすり寄ってこいみたいな感じのなんか村人っぽい発言には聞こえたというところかな。まだ完全に白起きはできないんだが。であと3番さんは、3、4番目になって狩人出てくる意味あんのかというふうに言っていたんだが、狩人、うん、それは狩人も潜伏して、えー、と破綻とかをワンチャン狙える。 っていうカリ狩ドが潜伏してワンチャンそこに黒を打てば、えー、と狩り破綻を狙いさせるっていうことができるからねだから3番さんの言ってることもだいぶムラリアル発言ではあるかなと思ったから37は、うん、今んとこ白いかなっていう大きい方ですね僕としてはで589なんだが8番さんが5に白打ってる8番さん新宿の場合5番さんが強人で、えー、9番さんがオオカミ えと8九の精査って正直村目線全くついていなかったことからそこで5番さんが強靭として果たして3四方目に出てくるメリットがあるかって考えると僕が5番さんの立場で強靭だった時にあんまり考えられないんだよね。だから8番さんの5、えー、シロっていうのはちょっと事故ったんじゃねえかって思う,うん俺思っちゃってるんだよね今。 5強人で8級の精査全然つかなかった状況で5番さんが果たして出てくるかっていうふうに考えると,えと発言精査ではなく盤面的に8番さんが2攻めかなって思っているから今日は俺は8番さんに今のところ行こうかなと思っているというところかな今とこ7番と3番は現状白起以上7番のプレイヤーは発言してください、うん、はいえっ、ー、とーこれ俺が発言始まってるけどすらはないってことでいいですね いいんですね、はいえー、とまず6番さんの言うとおり8番さんのシーンはまずないと思う。あっそうかごめんなさい。そうかチャットなしか。まあすらなかった前提でじゃ話しますね。8番さんのシーンはないと思う。でなんでかっていうと6番さんの言うとおり8番さんが芯だった場合っていうのは5番さんが強靭になるから。であと5番さんもそれなのに8番さんの人、そういう話なかったでしょう、うん。ってことは俺は9の芯がすごい高いと思ってる。 まずそれだけ言っおきますね。で、えっ、ー、と、まずね、俺のなんかすり寄れっていうことについて物議を醸してるみたいなんですけど、じゃあ例えばね、西洋盤面で、じゃあ俺と八番さんが占い師で使用してたとして、俺がね、いや、本当にみんなマジ黒すぎて、お前ら何なのみたいな。マジ黒すぎ、みんな黒すぎて、マジわけわかんねえわ、みたいな。っていうことを、もし言われたときに、俺のこと死んでみれますそういうことを言いたかったんだよね。ちょっとすり寄れっていう言葉が悪かったんだけど、 だそういうことを言いたかったんだよね。占い師はみんな目線に立ってちゃんと発言してくれっていうことを言いたかったっていうことだけとりあえず言っときます。別に自己弁明とかそういうことじゃないけど、どうでもいい、そんなのは。そういう意味です、ね。なんで、えー、もし、まあ、すらがあった場合っていうのはグレー制裁になるんだけど、すらなかった場合は、俺はもう8番さんついでいいと思ってます。で、グレーに関してなんだけど、一番気になっているのは3番さん。で、俺が進行論言った時に、俺、デフォでって言ったからね。デフォでハンターさん、う々、ん、ぬんかんぬんって言ってるんですよ。 俺のシンコロはデフォですだ別に俺がハンターじゃないやとアピールでもないのに三番さんじゃあ俺がハンターじゃあ仮にハンターじゃなかったとして7番さんがハンターじゃないっていうのをけさせるムラリはありますか三番さん6番さんは三番さんのこと白いと思ってたみたいだけどグレーで言うんだったら三番さんが一番ムラリのない発言だとは思ってますぐらいかな時間ないんでとりあえず以上です8番のプレイヤーは 発言してくださいまずとりあえず言いたいのが多分考え方の違いだけで占いの精査をしてると思ってる特に1番さんと2番さん役職を出す出さない多分1番さんと2番さんに関しては役職出した方が村有利っていう考えなんだろうねで3と8に関しては出ない方が村有利っていう考えなんでしょうえー、その辺はちょっとちゃんと言っときたいかな俺は出したくな ない派です。その理由は対抗の破綻が見れるからん。だから俺は出したくない派ね。その進行論だけで偽を追わないでほしい、えー。5番さんが狂人である理由をしっかり言うね、えー。もし5番さんが人狼であれば白もらって出ない。だから狂人。で、釣られそうな位置って現状いなかったよね。あんまりめちゃくちゃ釣り寄される人がいなかった。そういう意味でも5番さんの狂人をしっかり追ってほしい。 俺は6番人狼だと思ってる。その視点は6目線、8と9の精査がついてないよね。それなのに俺を押せる理由って何 ?6 番さん。俺だから6番さんめちゃくちゃ占いしたいんだよね。だから初日囲いも俺は追ってるから6、級人狼。俺これヘイト買っちゃうかもしれないけど、グレーの狼一致しっかり言う。現状6か4だと思ってる。 4番さんに関してはすごく考察が伸びてなかった。なんで4番さん今日釣り位置だなって思ったとこに5番さんが対抗しよう。うん、これ4番初日釣りたかったかなーって思うとこ。ただ6番が俺を一点釣りをしたのがやっぱ6級人狼だと俺は思ってるかな。9番さん、オオカミ確定ね。5番は強人です。9番さん釣ってください。九番。 のプレイヤーは発言してくださいちょっと村の人にお願いがあるんですけれども、5・8は間違いなく私に入れてくると思っている。理由として多分8番さんが強人で5番さんがオオカミだから。5番さん目線8番さんが強人ってことは気がついているはずだから、5番さんが強人だったら出てくるメリットないというのは皆さんもわかるはず。だから5番さんオオカミで8番さん強人が透けているからこそ新芽が取れると思って出てきてるんじゃないかなと思っている。プラスアルファ、 今日釣られやすい場所に、えー、5番さんの相方がいるからこそ出てきたんだのかなと思っていて私はね7番さんとか結構釣り位置に入りやすかったんじゃないかなと思っている、うん、別に単体でそこまで今回黒かったかっていうとちょっと微妙なところただなぜ9が真になるのかというそういう理由は薄かったかな若干のすり寄りを感じた 7番さんは普通に考えたら村目線だよ。村目線だったら5番さんかなり芯目が高いはずだからね。村目線で言うと。そこでなぜ9の芯が高いのかっていうと。 発言がちょっと7番さん引っかかったかなっていう風なところでね結構4番さんのこと怪しんでる視点のこと多いんですけど別に4番さん特におかしいことなかったと思うけどな私の、えっと、彼3番さんが、えっと、私の、えー、912と続いた意見から変えて、えー、4番さんでやっぱり彼出るメリットあるよってしっかりと自分目線の話を言ってるんですねだから4番さん普通に白いと思ったけどそれに対して3番さんは今のところ白い人がいないってどことも LINE を作ってく 作らなないような動きだったんんですね3番さんその点、私、3番さんの方が結構怪しく見えたかな。うん。まあ、ただ、一番濃いのは、私は57とかそのあたりなんじゃないかなと思っている。1番さん、2番さんは、まあ、進行論、えー。8、9の精査は妥当だと思いました。それが正しいから。うん、1番さん、2番さん、現状白く映ってるかな。1、2、4、白く映っていて、3、7、えー。このどちらかに5番さんの相方がいるんじゃないかなと思っている。今日は5、8、どっちでもいいけど、村のみんながちょっと力を合わせないといけないから、8番さん、釣りましょう。以上です。 1番のプレイヤーは発言してください,ださいうーんそうですね皆さんの意見を聞きまして、えー、8が5にしろ9が6にしろねで58が6を習れば白角作れるっていうのはどうなんでしょうこれはダメかなでそうなると9釣りなんですけど9を釣る根拠としては8強の5をローで8からいく。<laughs> え8、今日、5、6で見るんだったら5から行けばいいんだよな、ね、9番さん。これ、村目線の話で5から行きたいって言ってること別に俺、5、し、しん,んでおくっていう一言も言ってないし、5番さんの考察意味わからんかったもん。<laughs> 8、1、2ってどういうこと俺、ちょっともう一回説明してほしいわ。ごめん、俺、頭悪いから全然理解できんかった。8、1、2の意味が全然わからない。8番さんは6かっこいい。9、6、私、94で見てますけどね、9が狼なら。 だって9番さん、8番さん、狼玉って言ってないよ、4番さん。8番さん、今日か狼かどっちか分からないみたいな発言してましたよ。うん。そこで、あんに、まあ9番さんが初日からか、えー、カバーに行くかっていうのは謎ですけど、うん。4番さんはきちんと精査してましたよっていうのは、なんかちょっと臭いなと思った。俺、そこ突っ込んでくると思ったんだよね。俺、8、今日老、老、狼狼に見てないよって9番さん言うのかなって言わなかった。さんまさんにとっては信仰分かってないから全然色落ちしない。うん。 だから、27についたら、2、あ、ごめんなさい、23についたら2周目。俺、9番から行ってもいいかなって思ってるけどね。で、8、5で6にならば、6にならば白角できんじゃん。で、狩りを出てね。俺は出てほしい派だから。う乗っ取りとか本当に嫌なんで。僕乗っ取られたかどうかは精査できないんですよ。もうずっと疑心暗鬼になるのは嫌だ。っていうところかな。で、5が狼が出て,出てくる可能性もあるよね。あんだけみんな7って言っててるんだからさ。そしたら7かばいに行った。 あ狼じゃないから、強人が7囲いに行ったっていう線もあるな。そしたら8、神も見えてくる。以上。1番さん、9番さんするんですか ?5 番さんってしかも8、1、2って言ってませんよ。5番さんって8番さんを強人だと思って9番さんが狼だと思ってなかったこと言ってませんでしたっけ ?9 番さんの相方としては1、2はないって言ってた気がするけど。で、なんか9番さん神っぽく見たら9いくんですか いやそれ謎ですね、普通に。で、盤面的に一番偽高いのはやっぱり8番さんだと思いますね。だからそれ言ってた6番さんは白いなと思った。で、8視点って5番さんが強靭で出てきたってことですよね。うん。それって一番薄い線だと思うんですけど。って思いますね。5番さんが強靭だと私だと潜伏するから8番さんは偽だと思います。だから5番さん、9番さんどっちかに芯がいるんじゃないかなって思ってます。で、6番さんは普通に白いなと思った。3番さんも、えっ、ー、と、 え、六番さん言われたけど、三番さんって多分考え方の違いなんですよね。私は狩オと絶対出てきた方がいいと思ってます。うん。だからね、それって考え方の違いなんですけど、なんて言うんだろう。三番さんはグレーに白い人がいないって言ったんですよね。うん。もうそれ、だから六番さん白い、三番さんもそれも一緒。で、7番さんが気になったのは、えっ、ー、と、7視点って、えっ、ー、と、8を、え 8今日9番さんンって言ったんですよね。7視点って5番さんンで見えるのかなと思ったけど。8、今日、5、6、9、ンっておかしくない。7視点だったら自分に白出して自分が白であれば5番さんは3、ム4に出てきて8から白に打たれてる意味はかからず出てきたんであれば真に見えると思ったんやけど、ね、そこは気になった。4番さんについて3番さんに対して、なんかそれはなんか教えてあげてる点は良かったかなって感じ。別に4番さんは私は引っかからなかった。 今の発言聞いて、2週目聞いてね、7番さん、1番さんがなんか9番さん行くっていうのは謎ですね、普通に。うん、なんか把握漏れもしてるして、なんかよくわからない。はい。3番のプレイヤーは発言してください、うんえ。まず7番さんから、7番さん、明日生きてたら教えて,てください。デフォってどういう意味ですかそれ、俺全然わかんないです。はい。教えてください、明日 で、普通に8番さんって5番さんのこと強人で置くってことですか。5番さん強人だったらもっと潜伏しそうな感じするんですけど。で、9番さんは、えっ、ー、と、8が強人ってったっけ。で、5がロー だったったけ？それだったらそうんどっちみち碁が真に見えるんだよな俺、うん、ああどうなんだろう俺が白い血をあげないから白い オオカミって白黒言えなくない逆に俺,俺を怪しく見ないんですかごはんさんっていうのも気になったんだけど。まあ、強、うんね、人が利的行為してるる点で結構勝てると思うんで,ですね。 8番か9番から今のところ行こうかなと思ってるけど5番さんが変なこと言ったら5番さんからでもいいですね4番さんどうぞ4番のプレイヤーは発言してくださいうーん俺は今日9に行きたいかなって思ってるかななんでかって言ったら一進行論だけで12を白く見ているまずおかしいと思うし6番さんに至っては37が白い7のあの1周目だけで白いって言ったんですか あのデフォーで言ってるって7番さんも言いましたが、それだけで白いんですか、6番さんって思いましたけど。うーん、時点で黒いと思ったのは1番さんかな。箱漏れがすごいですね。8番さんは、九番さんあの、対抗が出てきたら神あ、強靭か老か、まあ分かんないっていう8番さんは言ってた。で、9番さんは8番さんに対して対抗を狼で見るって。だからそこは、 あのー、熱を造してるよねって、1周目で僕は言ったんです。1番さんが把握盛りしてますよ。うん。かな。うんダントツ黒いうのは1、6。うん。で、5番さんが強人だったら出てこないっていうのはもう、そんなんなしにした方がいいと思うけどね、盤面だけでするのは。うん。って言いつつ、まあ進路、新、ま、郎、あ、かなってどうのどっかなとは思ってるけど。 うん3番さんそのまんまでいいと思う、うん。思ったことを言ってくれたらいいと思う。うん、今んところ白浮きできるのは3番さんぐらいかなって思ってるかな。うーん今んところ6が黒いから9に行きたいかなって思ってる。うん、まあでも8番さんのシンコロは僕弱いと思うけどね。狩人は絶対出た方が良かったと思いますけど。うん まあ、5番さんの発言にも期待ですね。今のところ9、8どちらかから行きたいかなと思っています。以上です。五番のプレイヤーは発言してください。さい <laughs> ラストウルフ4番かなって思った、普通に、うん。8、9どっちに対しても切ってるし、例えば、えっと、8五が白白で見えてるのか9五が白白で見えてるのかわかんないけど、うん、<laughs> まあ切るよね。まあ切るし、 あのー、最後に八番さんの進行論に対して今更触れた触れてきてで急に対しても初日からなんか俺はそうはと,とは思わなかったって逆視点からのツッコミ12が9番を若干死んでみるとか9番の意見が良かったっていう発言に対して逆視点からツッコミを入れるっていうのは普通に相方で見えてとしたら結構あるなと思ってるうん3番に言っとくけど3番が白いと思ったのは狼視点34の場面って相方がもう出てるの知ってるしグレーに狼の相方以い,いの分かってるから全白で見えてんの その場面においてヘイトを向ける人は全くないなと思ったから白いと思った。九、うん、の相方として、えー、とな今現段階でもありえないなと思っているのは1番、2番。うん、以上。6番のプレイヤーは,は発言してください。さい <laughs> まあそうだね、もう4番さんめちゃくちゃラスールっぽいんだけど、えっ、ー、と <laughs>。 そうだね。何から言おうかな。4番さん、9を釣る。俺が黒いから9を釣ると言って。で、1番さんは、把握クれがひどい。で、6番さんも黒い。6番さんが黒いから9を釣るというふうに言って、なぜか5番さんを除外してる。3番さんは5番さんが何か怪しい発言をすれば5番さん釣るって言ったからまだいいんだけど、4番さんはなぜ5番さんを除外して8、9を釣るって言ったのかもわからない。結局、誰を真に見てるかっていう視点もあやふやすぎる。4番さんに関しては。 うん5番が言ったとおりも、も正直1、2、3から黒要素を拾えないんだよ。2番は1番の把握まで指摘していたけれど、えーと、4番さんしか黒要素がいないんだけど、本当。4番さんの占い師性差が黒すぎるわ。で、えー、と7番さんに対して、7番さんの後ろ置きした理由と俺ちゃんと言ったんだよね。7番さんは村人で、自分が村人だから、占い師は村人様である自分に、 釣り合って,こいやっていう上から目線の進行論にちょっと聞こえたから7番さんから村勘定を拾ったっていうふうに俺ちゃんと白い要素を言ったんだよね。4番さんまずそれも把握漏れしてるし4番さんちょっと村陣営だったら俺はやばいかなって思ってるレベルかな。うーん。えー、ただ5番が4番をね。 5番がお、えー、と5番さんは完全に新郎位置で8番さんが5番さんに白を打っていることから5番さんはうん狼で出てきてそれで新名を勝ち取りに来るっていう線も終えるんだけどうんやっぱり盤面的におったら今日は8番さんかな6級 <laughs> 8番さん目線6級だったら露骨すぎるでしょやっぱりうんそんな6球ローローで俺は6球ローローだった場合は8番さんにすりおるけどね その場合だったら投票を始めてくださアリエンオラじゃないべ <laughs> まあ俺が岡道しっかり言えば勝てると思うけどね八番のプレイヤーが選ばれました 8番のプレイヤーは発言してください、はい、グレーの狼1は4か6だね。9番の相方は4か6だと思ってる。えっ、ー、とね、4番は結構グレーの中で一番黒いかな、やっぱり。考察伸びてないし、4番目線俺、俺のこと死んで見てるのがすり寄りだと思った。で、4番は1番怪しんでたよね。1番を8新目で見てたのよ。 だから4番の視点ってすごくおかしいから、狼目がすごくあると思ってる。六、えー、6番に関しては、やっぱり初日囲いも十分あり得ると思うし、最後に釣り誘導。六、えー、6級なら俺に釣り誘導している6番人狼も十分あると思ってる。ってなると4番さんはかなり SG 値にされてると思うんで、4番さん、村川なら頑張らないと、えっ、ー、と6番さんに釣り殺されちゃうと思ってるよ。 えっと、5番さんって進路位置に見られてるんだよね、みんなに。うん。だから強人、なんから白なんだよ。強人で出てきて、えー、9番さん苦しめてることから俺は結構勝ち筋はあると思ってるよ、俺が釣られたけど。で、5番さん多分4番さん黒く見てんだよ、強人で。だから4番さんに白打ってくると思ってる。で、9番5番は黒打てないから見てて、カリドとハンター潜伏してるから、 あの、破綻になっちゃうから、絶対黒打てないから。最終日まで黒が打てない両方。俺が死んだからね。これが、あの、役職潜伏のメリットね。まあ、けど1番、2番、7番ってもう役職ないの透かしてるのが、これがデメリットだと思ってる。もう役職、だから9番に黒を打たれるとしたら役職ないの透かした人が、 悪いんだと思ってるよそれはしょうがないと思ってるすかした時点でもう3番さんが一番白いと思うけどね夜が来ました目を閉じてください,いや3が役だろうないや占い進路だったら役出たら弱いからね 3紙だろうねこれ役で見て。 下級は釣れるやろ逆加工してくるかな朝が来ました昨夜死んだのはあオオカメセも合身で見てんだああ 4番さん白です。4番さん白です。4番さん白です。5番さんは4番さんに黒か。やっぱり5番さんがオオカミで、これ4番さん普通に役職とか持ってたらマジでちゃんと言ってね、あのチャット仕様なしだから、5番さんこれかなりの確率破綻されると思います。理由として7番さん、7番さん、 多分ね、5番さん、七、私が7番さんを占うと思って簡単んじゃないかなと思っていて、やっぱり5番さん、王冠に見えてるんですね。私は昨日、怪しい位置として3と7を上げました。で、7番さん占うか、でもただ4番さんの発言が非常に伸びていなかったから、やっぱり4番さん占おうと思って、結果、白だったんですね。だから、今日、4だったま、番さんで彼らをつけなかったら、た 1>, 1、2、3、4、6の中に2役職いることになるので、うん、結構な確率、役職出てきてくれるんじゃないかなと思っている。 色持ってたらすごく嬉しいかな。ただ光は透かしてるかなと思うから、うん、頑張ってほしいかなと思っているところ。うん、そうですね。グレーでじゃあどこにいるんやろ ?1、2、3。1 2, 3、2、3どこにいるのかな発言が、えっと、対して白い位置上げられていなかった3番さんか、熱をされていた1番さんが、2番さん僕のシーンをちゃんと追ってくれてるあたりがすごく村っぽく映ってます。 うん、今日は仕事も終わってるし、うん、4番さんで破綻したら普通に5番さん言っていただけたらいいんじゃないかなっていうところですかね。うん、4番さんお願いしますね。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。はい。はい。結論から言うと今日仕事終わってる5番さんからいきます。で、私5番さん強人かなと思ってます。理由を言いますと、昨日、え9ない方、1、二はないかな、以上。で、どっから一くか言っていない。うん、これはご主人を釣り,り殺したくない狼かなと思っている。 だから八九どっちかでしん。で、八進んの可能性もある。だから九番の占い結果ももうあんまり信用してない、俺は。うん。信用してないっていうか、九、まあ、番さん、なんか俺のこと熱動って言ってるけど、俺熱動しました。昨日四番さんね、八番さんが九番さんを、えー、っと、で、えー、今日かろうかわかんないって言ってた。で、九番さんは八をろうって言ってた。八の後に九がおらないんで、どうやって言ってんのよ <laughs> 意味不明。はい。八番さん目線、5強陣で九路確定してますけど。 はい。どこが熱造なんですかもうその発言でも9、9が4、やばいって思って囲いに行った線も見えてきたもんね、俺。マジで。これ4ハンターだったらごめんね。謝っとく。ごめんなさい。すいません。でも、ほぼほぼ4黒じゃないかなと思ってますけど、5が狂人で、5が狂人だったら黒っぽいとこに黒を打つか。黒囲い,いってこと。5のシーンっていうのはね、昨日の占いどっちから行くっていう発言、俺聞き取れてなかったからね、8から行くって言ってたっけ言ってないよね、うん。聞いてたら俺絶対聞いてるもんね。 2番さんにも把握もれて、うん、俺、9をんで見るなんか一周目言ってないしね、もうだも嫌だ。俺、9の進行論に賛成って言って、俺、9を白く見るって,言って、進行論は賛成だけど、盤面固まって2周目の発言聞ないと分かんないって言ったんですけど、そんなに速攻で俺、死んで見るなんか言ってないですよ。もう勘弁してよ、マジでやばい。マジでやばいよ、この村。<笑><笑>まあ、合意く。<laughs> 以上。2> 2番 のプレイヤーは発言して,し発言してください。はい。ええー、?5 番さん、しんぽくない普通に <laughs>、えー。5番さんがしないけど、4番さん、役職あるんだったら5番さん破ただと思うけど、なんか5番さん、しんな気がしてきたけど。どうなのこれ4が役職で。1番さんってさ、だって把握までしてたじゃないですか。5番さんは9が多った1人ないってやったのに、5番さんが8、1、2って言ったからとか言うから怪しく見えるんですよ。で、9番さん、印象良かったとか言う言うよったじゃないですか。 ねけどなんか急にああ急にねなんか9行くって言ったんですよ。ってことはえっと例えばね9番さんがおつったとして58が人外だった場合6占いしたらいいって言うけど人外が例えば強人がね六番さん黒打ったとしてえっと何狼がね白打ったとしたらそれで精査つくんかなと思った。だから一番さんが9番さん行くって言ったのが意味わかんなかったんですよ。で7番さんもね7番さんなんかあれでしたけど。 5C に見えるのかなっていうところが気になった。だからその発言で1番さん気になったんですよね。で、6番さん白く見えてるし、6番さんの言ってること全くおかしい点がないんですよね。黒要素が全く拾えないし。<laughs> そう、さんまさんもね、狼っぽくないんですよ。だからどっちにしろ、私の目線ね、4、1どっちかにいるかなって感じですね。4番さんが役職だったら5番さんが破綻ですけど、今のとこ五5番さんがなんか真だ気がしてくる、ね。判断もなんか狩りも出てない中で黒打ってるからって思いますね。 うん、とりあえず4、5番さんの発言聞こうと思うけど、まあ、仕事終わってる点では5番さんに行こうかなと思ってますね。はい。9番さんはさ、昨日、あの怪しいところ3、7上げて、俺、占ってくれるのかと思ったんだけど、4番さんが発言伸び,え伸びなかったから4番さんを占った <laughs>、うん、9番さんの視点がよく分かんないですね。 で4番さんに、4番さん2周目の発言で6番さん、これ<あ>も言っていこうと。5番さんの芯目がないって言ってるようなもんじゃないですか。5行って急いって、4番村上も昨日見つけないと6番さん黒く見える。これはやばい。ってことは5番さんのことも芯で見えない。なのに8、球で行く。3番さんが一番して、最初ろに見えるから3番さんそのままでいい。うん。 4番さんがハンターだっうーんけどここで黒出せるのは新名は高いですね。はいけど4番さんがハンターだった場合って5番3強。ロジじゃ多分黒打たないと思うから今で8シーン9ローかな。9番さんのシーンはないかな。もう。三七怪しくあげといても打たない。 四番さんの発言が伸びなかったから四占った。うん。まあ、納得いくものはないですね。で、四番さん、六番さんのことを怪しんでいるのであれば。そこにしろっている五番さんに。ツッコミを入れるべきなんじゃないんでしょうか。今日は五番さんからいきますね。四番。 はい、ハンターです。3番さん違うわ。5番さんが7城を打ってるんです、うん。3番さんそこ把握もね。<ー>うね、ん。ただ一番白く,くない。三番さったパターンかうーん。で、1番さんにもうこれもう見せかけるんだけど、8番さんが太鼓出てきたら狂人か老後、どちらかわかんないって言って、9番さんは8番さんの発言で太鼓が出てきたら狼だって。 9番さんが8番さんの発言を拾ってそう言ったの。だ,だから八番さん<分>9番さんが8番さん目線は9番さんが狼だよねこの時点ではってそういうこと1番さん分かるかなうもうこれ以上言わないけど<か>で3番さんに言うけど6番さんはあのあの7七,七の城を切っておかしいでしょ。そこを村勘定を取ったとしても 7をそこで白って置くのは早すぎるでしょ、6番。うん。だから俺6が怪しいから9行こうって言ったんだよ。うん。サンマさんわかるでしょ ?9 の占い位置も。俺ハンターね。うん。いや、絶対4じゃねえだろ、占い位置8が言ってるように7、1、2占えばいいじゃん。って思ったけどね。うん。いや、絶対8死んだと思うよ。うん。 5強人でしょうね。うん。間違いなく。うまあ1、2、七が、あ、一2、六は。あ、二番さんまだましかなって思うけど。わかんねえ。とりあえず3番さんしかもう信じれる人がいないと思う。俺の中で。はい。ハンター出ない方が、あ9の旗も見えたんだろうけど。はい。5番。 のプレイヤーは発言してください,ださい4番はハンターじゃない。<laughs> うん、4番はハンターじゃないよ。うん。ハンターはおる、別に。だから絶対に、えー、待って、これ、次。何の、ん<ー>何の、それはいいのもうラスル多分。チャットしよう、なしアか、これ絶対。 大潜伏し潜伏では1、2、3にいるもしくは6番、うん。4番で終わり。9、4もしくは8、4。両方あると思ってる。4番の発言の中で8番に対して進行論をこじくり返して進行論は弱かったっていう話もあったから8番もあるかなと思った。うん、9番も、えー、と1周目から9番に対して逆視点から9番のしん終盤の言ってることっていうのは7に触れすぎてたし、どうのこうのっていう話。うん、両方あるなと思って4番裏だった4番くらやった。はい。4番オオカミです。以上です。 6番のプレイヤーは発言してください,ださいはい皆さんちょっと驚くと思うんですけど CO しますねカリウドですカリウド CO4、えー、黒ロックしてたから驚きなんだけど5番さんめちゃくちゃ真に見えてたわめっちゃ驚いたえー、だから4番さんに言いたかったのは俺正直出たくなかったね初日だから俺が黒いから9番さん釣るってのはあんまり言ってもらいたくなかったかな うんまあ、4番さん目線は7の白置きの仕方が雑だと思ったから、俺のこと黒いと思ったんだろうけど、村勘定を拾うのって結構重要だからね。結果7番噛まれてるから白だったでしょ。えー、村勘定って結構重要だとは言っておくね、4番に。けどこれグレーから6投票が出れば、6の店が分かるのか。えー、八番写あるのか。そうなってくると5強人9ローだろ。 でただ5番さんのこの黒出しの仕方から考えてだいぶ黒いところに黒を打っていくから俺5番さんやっぱ狼に見えてしょうがないんだよねその場合はだから8番さんが5に白を打って5強人でめちゃくちゃ黒いところに黒を打つかって考えたらあでも5番目線は4番さんが黒く思わなかったからそこに黒を打ったら5番さんの強人もあんのかいやーこれ34番目苦手だわで もし8進において9ローで考えたら、昨日の投票から考えてえ、148は9に行っている。全然9番さんが釣られるかもしれなかった状況で、あまあ、ただ俺が最後8番さんに釣り誘導かけちゃったから、9番さんどうせ釣られないって考えてライン切りしたっていう線も終えるか。ってなってくると、投票先だけだったら2番さんが9番の相方が妥当なんだよ。3番さんは俺初週から黒要素は拾えてないから3番さん白起きしてるよ。 うん、投票席から見たね。今日は破綻した5番さんを釣るんだが、狩り誘導です。以上。今日噛まれます。さようなら。投票を始めてください。うーん、これじゃ2釣れるんかな。いやーけどね、一応オカもあるんだよね。盤面見えてる狼カってのもね。まあけど釣り誘導してくれてるからね。流れ変え。5番。 のプレイヤーが選ばれました。逆かこいくろんかな。逆かこいしても無理だよね、これ。五番。のプレイヤーは。は発言してください。狂人し,し、おう、狂人です。だ、八番さん、しんですかね。九番さん、つったほうがいいです。村目うん。九番さん、つって。<laughs> そっから。ラストウルフ <laughs>。そうですね。 強人です。強人です。僕、強人ですよ。はい。八番さんのシーンもありますよ、だから。まあ、けどこれ、強人のおかげでー難し人です、ね。ただ、俺、別に破綻は怖くなかったんで、全然。うん。あんたも出てきて、うん。彼ども出てきて。そうっすね。僕は強人です。いいかなはい。8番さんのシーンもありえますよ。以上です。夜が来ました。 目を閉じてください,いや2番ミスリードしてる村かと思ったら普通にオカミだったんかな強人は人狼陣営ね強人は人狼陣営2番は信仰論が合うだけで審議する 村だと思ったけど露骨だっただけかなそ,それか潜ってるこれ狩人はど6に投与してる人いないあ6に投与してる人いないねってなると7狩りも乗れないかなってなると123 いいかなやっぱり朝が来ました昨夜は誰も死にませんでしたからかまないってような臭いな六番のプレイヤーは発言してください九番さんは一にしろえっ、ー、とさっきサクは四番さん守りました四番さん守りました えー、これで4番さんが語ってるってことはなく,な,くなったから5番さんは絶対に人外ということで。で、5番さんは昨日の発言で、えーっと、俺、強靭しようって言って、8番さん、新名ありますよって言って、これ、怪しくなってきたわ。5番さんが人狼で強靭しようして、8の新名上げ、9ずりに持っていきたいのか、もしくは5番さんが本当に強靭で、8番さんが本当に真なのかっていう、どっちとも取れる発言なんだよね。で、9番目線は、ほぼほぼ2番さんでしょ。 9番さん目線っていうのはうーん。てか、なんで俺噛まないんですかそもそも。いい俺噛んで対抗出て、今日俺ずりに持ってきたいのかなもしくは。わ、まあ、からんけど、とりあえず9番さんの発言聞くわ。9番のプレイヤーは発言,て発言してください。うね、1番さらなって白です。なので私目線2番さんか3番さんなんですけど、いや正直なこと言うと、私のことを信じてくれたらマジで勝てます。 とだけ言っときますね、えっと、盤面的にちゃんと精査してもらえたら分かると思うんですけど、8番さんが狼で5番さんが狂人として出てきて、あっ、ちゃうな、8番さんが狂人で5番さんが狼として出てきて、あの段階で狂人 CEO でしょだから、占い師に狼が見せたいがために狂人 CEO したんだと思ってるんですね、5番さんは。 だから、あの段階で5番さんが強人として出てくるメリットもないですし、やっぱり色が見えてない強人で、えっと、グレーに黒を打つのはかなりリスクが高いことだと思っているから、私は5番さんのことをオオカミで置いている。だから5番さんのことをオオカミ軸で考えるのであれば、オオカミ軸って奥も何も、2番さん、3番さんのどっちかなんですね。だからどっちか詰めたら間違いなく勝ってると、私目線言いたいんですけど、それはどうなんでしょうかそれは村目線飲めないですかで、私は2番さんから正直言うね。 六番さん、二番さん、相方。 9番をオオカミでおいた二2番さん相方なんとしてあるんじゃないかって言ってるんですけど、2番さんの言ってることもすごく正しいし、3番さんから村よそそんな拾ってますかって別にそんな拾ってないんですけどというところなんですけど、3番さんに関してはグレーで白い人がいないというところと、5はなんか狂人で潜伏しそうだからどうたらこうたら言ってて、3番さん、一応5番さんのことを新宿でおうような発言が多かったんですね。だから5番さん狼オオカミでおいた三3番の相方で全然あるし、私今日二かんどっちか行きたいと言われたら普通に3番さん詰めたいなと思ってる。これダメですか 普通に2、3釣り切ったら勝てるんで、もそこはも村の皆さんにお任せしますけど、満面的にちゃんと精査したらたどり着けるんじゃないかなと思ってる。今日は私3入れますね。以上です。一番のプレイヤーは発言してください。聞いてもらっていいですか ?3 番さんと4番さん。もう3番さんと4番さんはもう味方だと思ってます。今日は絶対9釣りです。ウラナいローラー完遂します。はい。なんでグレーから行くんですかありえないです。はい。でさ、9番さん初日8強人5狼で8から行くって言ったよね。 意味わかんなくないそしたら5 9番目線は5から行くべき。で、昨日,あの昨日の3番さんの発言は白かった。9目線に3疑ってるのは何で3占いの確かにそうだな。俺それ指摘できなかったそれ3。そこでやっと俺3が村かなと思った。何で4番占ったのって。4もみんな黒いって言ってるから。だから俺、あの9番。で、<laughs> で、その、それを初日の2週目の発言でしたんです私。八強人、あ八強人五ロでなんで五から行かないので、それ九番さんおかしくねって言って、俺九に行くって言ったら、二番さんがすぐせって、え、九番さん死んで見てるんじゃないのとか言い出して、九をかわいに行ったんですよね。だからその、その発言で俺なんか捏造とか把握漏れしてるとか言われてるんですけど、これ発言が二番さんが俺よりあってからすごい嫌なんですけど、俺二番さんも黒いと思ってる。六番さんの今回のグッドジョブ、うん、かまなかったのか。 どうかかわらないだから初日に出てきてほしかった。俺、7狩りうあるもんね。最悪の線。うん。7がそこまで2周目黒かったかって言ったら黒くなかったよ、普通に。村リのない3番から釣るっていうのは普通の発言だと思いますよ。だから俺、6の乗っ取りの可能性もあるこう。そしたら2か6どっちか村なら絶対今日9行ってくれますよね。9, 9は確定陣外だと思って、俺8、8神がかなえたわけだったら5強靭ですよ。5狼6意味がわからない。5は89どっちかに入れるとも言ってないし。 で誤爆できるのはな強靭でしょ。まあ、オオカミでも誤爆できるでしょ。これ、どっちでころか、番はどっちにしても人外ですよ。うん。なんで今日は絶対九言ってください。以上。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。さいはい。まあ、今日9番さん入れますけど、え <laughs> ちょっと待ってよ。え、これって何なん？<laughs> 紙なしとかか、普通に。 4と6がスイッチとかそんなんじゃないかなと思ったけど、どうなんえー、で、1番さんで6番さんが、えっ、ー、と、7番さんの狩りを乗っ取ったってこと ?3、4番目で6番さんがラストウルフで狩りを乗っ取ったってことですかねそれだったら6番さん勝手いいんじゃないかと思うレベルなんですけど。ってなったら5番さん人外で、すごい狂人っぽく死んできましたよね。 5番さんは狼が狂人なんですけど、それをどう取るかなんですよね。で、9番さんってさ、1白でしょで、1視点、えっ、ー、と、8のシーンが終われたかとか、5番さん狂人終わて9番さんが狼、あたしが相方か、取っとって、あたしってことなんかそれもおかしいと思うけど。うん。サマーさんもだって狼っぽくないんですよね。なんか把握マレとかしてますけどって思ったけど。 え、どうな <laughs> とりあえず9番さん入れ八8番さんのシーンやったんかな ?8 番さんがシーンで5番さんが強人だったとしたらすごいなと思う。5番さんナイス強人って感じですね。とりあえず今日は9番さん入れますけど。<laughs> ナイス強人って言ってるんですよ。ルスマさんの夫の線は薄いと思うけど。<laughs> <laughs> いい人道やろ、<場>ナイス強人ってこれ仲間目線やん、それ。発言してください <laughs> 2番さんのナイス強人が意味わかんないんだけど、全然ナイスじゃないでしょ、<laughs> 村目線。で <laughs>、4番さんでグッドが起きてんだったらさ、4番さん、狼に行ったってことなんでしょ <laughs> ってことは4番さんの考察が合ってるってことなんじゃないの ?4 番さん残してたらまずいと思って噛んできたんじゃないんですかそういう目線は <laughs>。 6番さんから2番さんまでなかったのかなって思ってます。で、9番さん、相変わらず俺釣り押すんだったら、じゃあ俺占いはいいじゃん、昨日。<laughs> あ、今日。なんで1番さん占ってるんですか <laughs> しかも2、9番さん目線2、3なんでしょで、なんで俺なんですか <laughs> もうよくわかんねえんもう9番さん。死んだから。まああ、だナイス強って視点はもう仲間目線だよ、ね、で裏に。 占わないですか ?37 怪しいっつって4占って、で次一応怪しい、あ1占って、23、9番3目線23で3怪しいから3入れるって。意味がわかんないですよもう9番3 <laughs>。今日9番3入れます。はい。で、昨日の4番3の考察を聞かせてください。はい。 ヨマさんなん,なんて言ってどこ怪しんでたか、うん、多分それで仮眠きたんじゃないですかね <laughs> 言わせない <laughs> 夜が来ました目を閉じてくださいさあ これ1この地爆は1もありえるけど、まあ一番ない2の方が黒かったよね。いや、これ一オ狼カミだとうまいよね、この地爆は。まあけど1はないかな。 いやーけど4番さんがこれハンターだからよかったけど4番さんがね裏だったこれ負けてたよ多分うん一狼ならうまいねいやナイス強人はさすがにあれは失言でしょう 昨夜死んだのは4番2打つやろう2打って136精査に行くやろなまさか打たないはないやろあハンターは発砲2番のプレイヤーが ハンター村人の勝ちです。ナイス発砲や <laughs> ナイスハンター人道殺のライブ配信毎日やってますチャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね